気持ちよかったです。緊張はしてたんですけど、書き終わった後にそのどうか作品を自分でもう一回見直した時に、あ、思いを伝わったかなっていう風に感じました。龍神様をなぜ先に書いたかと言いますと、あのこちらのですね、新下寺さんはあの弁財天様をお祭りされているんですね。で龍神様っていうのはその弁財天様 のと意味があっていらっしゃるので、まずその龍神様を書かせていただいて、で、まあ、ご挨拶ですよね。でその後に雷神様を書かせていただくことによって、もっとさらにエネルギーを入れたいなって思いました。まあ、あのお話をいただいた方と前あの天王寺の天王寺区役所であの作品ふすまに、竜と虎を描かせていただいた時に、たまたま知り合った方が今回こちらのお話をお持ちいただいて、でもう一回ここでパフォーマンスしませんかっていうことだったんです。で、まあ、最初どういった経緯かわからなかったので、あのまずこちらのご住職と一緒にあのお話しされて、あのどうですかみたいな感じだったので、まあ、来たらすごく気がいいですし、あの気持ちよくってなんかご縁も感じたんですね。でそのご縁っていうのは、まあ、労災所をやってますが、その労災所をやるきっかけっていうのが、あの比叡山延暦寺の不滅の法灯っていうろうそくの日があるんですが、それを見た時になんかこの日で人を元気にして心を温まる何かができないのかなと思ったところからの、まあ、きっかけでもあったんですね。でこのお寺っていうのが、不滅の法灯を分けていただいているお寺っていうのも、まあ、その調べた時に分かった瞬間鳥肌が立ち、ああもうここで絶対させていただこうっていうふうに心に決めました。今日ですね、こちらの方でパフォーマンスをさせていただくっていうふうに決まりまして、教室の生徒さんですね、労災所もですし、書道教室の生徒さんも来ていただいて、まあ、労災所の方の、PV の動画っていうのを撮らせていただいてたんですが、書っていうのがなかったんですね。でそれでなかなかその舞台で大きなところに書くっていうことをなかなか見る機会がないっていうのと、そのなんか私がこうなんか体を使って書いているっていうところを見てみたいっていうふうに言っていただいて、なんか思いがけずたくさんの方生徒さんが来ていただけたので、それも力になったかなと思います。なので、まあ、自分に続いて生徒さんもこのような機会を持っていただいて、もっともっと飛躍できればというきっかけになればと思っております。もう今日来ていただいている関係者の皆様も、もう本当にお手伝いいただいて、もう感謝しかございません。本当にありがとうございました。はい、すみません、本日のこちらこそありがとうございます。立派な作品をありがとうございます。もう大事にいただきましてありがとうございます。本当に今回来させていただいた時に龍神と雷神という言葉がボンってきて、はい、でもう書かせてもらうのやったらこれで伏せまでね、はい、させていただこうかなと思ったんですけど、はい、あれってあんぐらい、はい、置き場に困ってしまうので、はい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 、ちょっと屏風にさせていただいたら、はい、ちょっとこうそうですね、角度をね、はい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 、取っていただけるので、はい、と思いまして、はい、ちょっと屏風にさせていただきました。もう大事に、いえいえ、もう本当にありがとうございます。もう本当に素晴らしい作品を、いえいえ、もうありがとう、感謝申し上げます。もうこちらの報告です。ありがとうございます。ありがとうございます。ます、これはどちらの方に、ね、はい、僕は普段、はい、お給仕してるね、はい、仏様がね、弁財天さん、はい、弁天堂の方に、あ、そうですか、はい、あの弁天さんも龍神さんも水の神さんなんで、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、すいません、